はい、それではこのペン軸の傾き具合ですけれども、ペン軸ってのはですね、ちょっとこちらからご覧になってみてくださいね。このぐらいの角度なんですね。これをですね、初めてペン軸持ちますと、こうに鉛筆を持つ時の感覚でこう書きますと、こうガリ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 してうまく書けません。ぐっとどうでしょう。これが45度、もう30度、このぐらい傾けます。でこうに引きます。横線もこうに引きます。ではちょっと文字を書いてますね。正しいと。このぐらい傾けます。こうして、正しい。ペンの持ち方、こんなにペン軸を傾ける。こんなふうに傾けるんですね。どうでしょう。こんなふうに書いてみました。